あ、好きじゃないけど、絶対ここイナズマブレイクだったって。なんでジェットストリームで決めさせたん、ライアット。許さねえよ、ライアット。大丈夫だ大丈夫だ、今行くぞ。頑張ろうぜ、カレン。我々が正義だ。サモナーズリフトへようこそ。ふぅ、やっぱロレツ楽しいよな。どんなに頑張っても負けるからこそ楽しいんだよ。どんなに頑張っても勝てない試合があるからいいんだよ。頑張ったら勝てるんだったらみんな頑張って終わりやからね。っていうか敵チームも頑張ってるから当たり前だよな。怖い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 、どこまで行くの。無理、怖いよ。やっぱマップ出しとこうぜ。やっぱ見れた方が楽しいやろ、見てる人が上がるし。いやでもなんか味方がスナイプされ、スナイプっていうかあれされたらかわいそうやもんな。ミニオンが出撃しました。俺の努力が相手を上回った時、俺たちが勝ってて、俺の努力が下回ってた時、俺たちは負けてるんだ。だからつまりもっと強くなろうな。全身だ。オッケー、全身だ。強くなれたぜ。巡り会えたことにマジで感謝。祖国を守るのだ。祖国を守るのだ。よう、エイトロックス。ガーレンよ、叫べ、デマーシアと。叫べ、デマーシアと。それ好き。俺に国ごとひねりつぶされる前に。俺に国ごとひねりつぶされる前にな。我々は国を背負って戦っている。俺も飢えてるのだ、化け物よ。そして腹を満たすには、殺さねばならん。痛い、殴ったなお前。そんなかっこいいバスターブレードで俺のことぶったな。俺はネオンブレードだぞ、ネオンブレード。見ろよこのピッカピカのネオンブレード。グラデーションでさ、この色がさ、こうグイン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 って変わったらな、もっとかっこよかったのにね。グイグイ。ファーストブラッド。ナイス、ファーストブラッド。いいね。デマーシアのために。デマーシアのために。さあ、エイトルガリもレベル4になるまではトレードのトの字もしなくていいよ。レベル4になったら、エイトルが甘えてたらトレードしっかりやっても、それまではとりあえず向こうからね。こちらから入るは絶対ダメ。カウンターされて死ぬよ、フラッシュ明かされるよ。切り開く。やめてね。俺はもう戦わん。もうっていうか今はやな。俺は今は戦わん。何も恐れるな。またぶち上がった、お前の。危なーい。ん？なんかラグ今の。なんかエイトルの Q。おーおー、何すんねん。痛いもん。好き放題ぶち上がって。あ、見てるよ。レベル4、もしくはバーサーがレベル7で一生お前のこと引き殺すからな。デモーシアー。これは無理だな。頑張れ、いけるか。無理だった。ここ危ないぜ、超危ないぜ。気をつけてな。てか、次やばいの、俺さんね。ケイン、その後どこ行くかってさ、岩戸って上やん。敵を倒しました。やるね。サイラス・カタリナでこの時間キル奪う。やるやん。敵を倒しました。さて、サイラスが遠く、サイラスじゃない。ケインがどっか行ったら、殴り合おうぜ。ほーす、横スライド、完成ドリフト、斜め合わせてくるか、軸やるやん。完成ドリフトだと。ケイン下行った、芝こうぜ。ウェーブ整えて殴ろうぜ。ちょっとエイトルトレードしよう、俺と。ちょっとでいいから、ちょっとでぬるい、いいトレードだ。まずは1トレード。王の名のもとに切り開く。もうデモーシア。大丈夫だ大丈夫だ、今行くぞ今行くぞ。ガイナ
かわいそうにアイトロックス。止めろ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 。敵を倒します。さすがに倒したら無理よ。ガネン300削り切る火力ない。イグナイト込みでも無理。デマーシアの心は一つのこの星で蹴散らしてやる。ほらテレポート切れよ。エイトロックス。今さ6レベルになった瞬間にフラッシュ QR ってやればさ倒せたけどさ、フラッシュ対応された瞬間に俺がタワーダメージバスバスで死ぬからさ怖くてやめた。帰れ帰れ。味方が倒されました。デモーシアー、かっこいい。今の入力見た。トンタンタンタンってすげえけど俺技入力せんかった。格ゲー勢か今の。ありえない速度でスキル入力したな。今のかっこいい。あとにリプレイ取ろう。我々は国を背負って戦っている。ヌヌ下でガングしてくれてるから。あんエイトロだよなあれ。なんだあいつ。里見をうま。今の入力速度すごかったな。今は式悪透明。今は式悪透明。6レベルのケインか。ちょっと戦いたくないな。ケインがトップレーンにいて、エイトロックスがボットをカバーしている。なんだこの世界。いつでも戦える。帰りたかったのに帰れなくなっちゃった。俺は悲しいよ。2200万のにリコールタイムがない。デモーシアー。おお。さあどうする。なるべく時間稼ぐか。おお、スロー重たい。ウルトまで切ってくれたご丁寧に。いつまでいんのけ。一生クリじゃん。いいね。ボットかわいそうやけど。さてゴリゴリ行こうぜガレン。相手がトップ切ってくれるな。上等2対1勝てるビルド組みましょう。アイアンスパイクを早めに買って。すげえところで戦ってる。何してんのこれ。味方が倒されました。さてクラウド興味ないね。スロー耐性がちょっとだけ上がる。非戦闘時の MS もちょっとだけ上がる。正義をなぜ。レーン復帰するときに便利だね。終わり。まあそうか、ケイン赤になりたいからそりゃトップくるか。なんか必要に上にいるなと思ったけど。戦う意味を見失うな。ふん。いた。お前ぶったな。正義をもたらさん。お前が悪い。それはお前が悪い。大丈夫ねそれ。蹴散らしてやる。来い。俺と戦え。魔法の風。ぐる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 。ウルト切らんとこれやばいわ。カルマが死ぬ。ウルト聞いたくなかったな。カルマの命と引き換えだから仕方がない。あれウルト切らんかったら 100% 死んでたから。 HP190 死んでる。未来を作る。やっぱアイアンスパイクを早めに買うとこの時間強いね。アイアンスパイクイップというアイテムが強い。基本 AD の 100% のダメージが入るんだよ。アイアンスパイク AOE で。つまり AOE で A 一発できるんだよ。オンヒットとか増加 AD 乗らない AA ほら一発できるんだよ。アイアンスパイクがあると。特にガレンでスピン中さ、もともと A できないじゃん。回ってる最中本来 A できないのに一発だけとはいえ通常動きできるようになるものと思えばいい。アイアンスパイク振れば。そう考えると強いよな。何？
悪にはしかるべき制裁を。ヌヌスタイルし、ここはもらっておこうか。 17.60、 悪くない、悪くない。デモーシア、なんか良くも悪くも今日は一方的な試合が多いな。戦い続ける。あ、これが悪いことですかって言われたら、まあ仕方がないことなんだけど。蹴散らしてやる。なんか今日、昨日はでもすごかったよね。そう考えると勝っても負けてもいい勝負ばっかやったもん。1試合なんかちょっとトロールトップユーミがいたけど、ランクマッチで見ると思わんかったわ。それ以外は全然いい勝負やったもんね、お互い。大丈夫だ大丈夫だ、今行くぞ。メトロックス、なんでこんなに彼に対してビビってんの。おお、やるやん。W からの Q3 当てながら逃げる。でもそれ、お前逃げなかったらさ、剣来てるなら勝ったんじゃないの。なんや、俺てっきり何も恐れるな、逃げたから何もいないもんやと思ったわ。でも一応いたら困るからと思って下がったけど、正解だったね。本当にいたわ。シャットダウン。ヘアッデア、ヒルムダウン。デマーシアの心は一つだ。てぇ、いつまでいいんだこの二人。今日すごいね、何があってもトップキャンプしてくれ相手。延々とフォーカスもらってる。嬉しいね。このガレンをフリーファームさせたらまずいって思われてる。さて何を買おうかな。全身だ全身だ。その間にボット漏れたし、これがあるから俺もボット降りようかな。が破壊されました。よしないぞ。とりあえず向かいはするが、突撃、祖国のために、祖国のために。我々は国を背負って戦っている。我々は国を背負って戦っている。これ行こうぜ。よいしょ、やられた分やり返せばいいだけのことだ。おもろぐらいキャンプされてるがね。なんやねんこのゲーム。じゃあ俺はそれに打ち勝つまでよ。ぬるいぬるいわ。我関節。よっしゃ。でぬる一人取りそうやな、ドラゴン。まあ行かなきゃまずいね。敵のキリングスプリー、避け方すげえ。間に合うかな。まずこれでいっか。信念を貫け。切り開く。OK。で、走行強化は21。まあ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 。デマーシアの力を思い知れ。デマーシアの力を思い知れ。で、弱重傷を積んでデッドマン。弱重傷デッドマン。ガレンが今回求められているものは。戦いを恐れるな。踏みとどまれ。てえな。いつまでこっち来んだ。マンマークされてんね。どうする？ここまでキャンプされてるとなるとしんどいぞ。デッドマン早めに買いたいな。弱重傷持たせんデッドマン買いたいぐらいな。でも弱重傷は買おうな。ないと不便だから、いろいろと。集中。サイヤのサチュー。恐れるな。敵を倒しました。エイトロかわいそう。お前はめちゃめちゃ味方に支援されてるからいいやろ。ガレンは一人やぞ。俺はそうだ。さて
そろそろミニオルールつくんじゃない？ずっと変いるけど、この子。戦う意味を見失うな。デモーシア！走行強化は25。走行強化しっかり貯めていかないとな。ケイにちょっかいかけられすぎてて、全然溜まってね。正義をもたらさ、まあ、その代わり全オブジェ取れてるからいっか。オブジェクトのためよ、コラテルダメージ。前進、蹴散らしてやる。くっそ、ヒール切られた。我々が未来を作る。持ってけないか、惜しい。いいね、切り開く。あの2対1しのぎきんのか。もうちょいキル取れないけどな。マジで全部のオブジェクト捨ててガレンにキャンプしてる。いいやん、嬉しいよケイン。ありがとな、そんなにフォーカス向けられて。ガレンも喜んでるよ。さてームーンプレート MS5% でも全然ありがたい。 5% って結構世界変わるからな。 HP も2000超えた。さてどうしよう、どうする。とにかく走行強化を溜め切りたいよな。まだ溜まってないんだ。今行くぞ。集中デモーシア。なんかいる？何もいないと思うけど。ぼーっと適当に押し返しつつ。何も恐れるな。 MS5% あるからここサクサク動けんだ。いいよな、こういうさ、ローテーションするときに移動速度やっぱ大事やんな。用意トロックス。出回しよ、出回しよ。私に続け、出回しよ。これ重傷入っててこれやろ、やっぱやばいよ。エイドロックスの回復力、ダイヤとこれ爆笑としたんやろ今。重傷入ってるからな、バグだよこれ。1回の戦闘で1230を減らしたんだけど。出回しやの心は今重傷持ってなかったら、エイトロックスがもう1000ちょっと回復したんよ。怖っ。ホラーやで。ガレンはこれもう間に合えへんからとっととあれやで。一本削ろうぜ。っていうか走行強化もらおうぜ。主に。ガレンがするべき行動ってこれだよ。剣に絡まれまくって落とした走行強化をとっとと貯めること。やっぱマスターにもなってくると相手もあれやね。ガレンの弱点分かってんな。走行強化貯められないことがすっげえしんどいんよ。祖国を守るのだ。マスターテアリまでなってガレンのパッシブすら知りませんなんて人はいないんだな、やっぱり。我々は国を背負って戦っている。我々は国を背負って戦っている。さて向かうぜ。これもこれもこれも上がるしね。おかえりカルマ。前進、全速前進だ。いつでも戦える。集中。どこに出る。並ぶなよ、一列並ぶなよ、一列並ばないようにして。デマーシア、素晴らしい。一列並ばないようにしてね。デマーシアのためにガレンとヌヌがこれ取って、1、2、3、4。エース早くね。あーヌヌのおかげか。なんかそうやんな、普段のも明らかにエース早かったもん。レバードしてボットを押し返しつつ、ミッドはあっちだけで、まあうまくやりくりしてくれやろ。なんかあったな、消えた消えた。ランページ。デモーシア。走行強化はカンスト。長かったな。宝とこの剣が。やっぱそうそう簡単に取らせてくれないよな。カンストしたらさ、物理防御と魔法防御が 10% 増加する。そんな頭おかしいバステブついてるから、相手も警戒するわな。10% ってだいぶ高いもんね。言葉で言うなら 10% だけどさ、あの件さっきから何がしたいんだ。蹴散らしてやる。一旦帰ってデッドマン上げなきゃな。デッドマンからの強重傷ラッシュ。
レッドマン重傷斧、レッドマン重傷斧でガレンは完成させて、ビジョンワード変えねえ、ルビクリの方がでかい。今行くぞヌヌ。でもなんかちょっと美味しそうなものあったんでこれだけもらおう。狼は美味しいよな、うん、どういう意味だ。テレポートあるサイラスにボットサイドは任せて、正義をもたらさん。まあめんどくせえなこの野郎。俺はこっちだな。しし、どけ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 、ガレンツ様のおとりだ。ガレンのおとりだぜ。出まーしや。走行強化から溜まったガレンは強い確信、我々が未来を作る。はっ、そのまま寝てるんだな。サモナーが退場しました。 W 溜まってしまったらね、ガレンあんな割と強引強行突破もできるからね。マジで W は全てだから、 W のパッシブめちゃくちゃ大事だから、敵チームにガレンがいたら今回のケインみたいにね、もうでもオブジェ捨ててまでやれとは言わんけど、オブジェがないタイミングだったら何も考えずにガレンの連ガングいっていいよ。このケインはちょっとやりすぎだけどね、オブジェあるタイミングはさすがにやりすぎ。JJ ウィルプレイ。さーてー、まあまあいいダメージだね。なんでケインこんなにトップにキャンプしたんや。まあガレンのパッシブを知ってるからなんだろうが、確かにいつも言ってるもんな、なんかガレンの連とりあえずガングしとけって。